皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県中部地区私立中学校フェアのお知らせをします。これ中部地区の私立中学校全11校が参加するフェアです。日時は令和5年の6月17日の土曜日、3部に分かれていて、1部が10時30分から11時55分、2部が12時15分から13時40分、そして3部が14時から15時30分、このようになっています。内容は完全入れ替え制の個別相談会になっていて、事前予約、これが必要になります。で、申し込みは1名、子ども1名に対して付き添いが1名という、こういう条件もついています。まだコロナの影響があるんですね。で、会場ですけれど、会場はグランシップの6階の展示ギャラリーと交流ホールになります。申し込みはこちらのチラシをお持ちの方はこちらの QR コードから申し込むことができます。こちらのチラシのない方、静岡県中部地区私立中学校フェアの実行委員会の方まで問い合わせをお願いします。今回は静岡県中部地区私立中学校フェアのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。